血繋ぐとかそういうことじゃないですね。緊張感伝わってます。そうね、うん、なんか徐々に2人の距離が近づいてる気がするね。ほぼ止まりなのか、ね、あるかもしれないですね、瞬間。そういう感じです。お、手繋ぐとか腕組むとかじゃないのね。緊張感伝わってきますけどね。どうも、ね、スレンダーで、うん、ね、いや、ほんとほんとめちゃくちゃ綺麗よね。うわ、これはもう出るだろうな。うわ、接触者は結構落ち着いた感じの人だけどね。どういう休憩で食べて、なんかちょっとお茶でも食べるのか、おやつぐらいなんかするのか ね、 うん、そんな迷ってる感じないから結構、うん、よくパッ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 って決めてる感じですね。あ、だってよく来てるのかもしれないね。お決まりのコースみたいな。どっちですか？左。ああ、いたいたいた。結構人多いけど、これまだ平日だからそんな多くないのかね。そうですね、まだ少ない方じゃないです。土日だったら大変ですよ。あ、本当。車も来ますし、お土産コーナーみたいなの行ってる？見てます、うん、いろいろ見てますね。ねえ、自然な感じの光、ね、そうね。全然携帯はしてないね。全然。もうなんかなんだろう、ここまで来れば大丈夫とか思ってる感じよね。ちょっと降りた時はその緊張感あったかもしれないけどね。はいはいはい、うん、もうだ、 だいぶ遠く来てますからね。ねえ。いや、楽しそうに。うん。なんか徐々に2人の距離が近づいてる気するな。ねえ。距離近くなってる。うん。なんか拍手してるけど。なんかあれかもしれないですね。奥様の方がこうムードメーカー的な。うん。男性はなんかちょっと寡黙な感じがします、ね。合わせる感じ、はい。女性がなんかこう盛り上げてるというか。なんかムードメーカー的な感じします、ね。なんか確かに華やかな人だもんね。はい。どんな感じ？芸能人でいうと。天海祐希さんですね。ああ、確かに確かに。長身でキリッとした感じ。うんうんうん。だけどなんか女性らしさもあってみたいな感じかもしれないですね。なんかしっとりした感じのね。うん、落ち着きもありつつ。
なんか買う？パンですか？パン？メロンパン？メロンパン？へえ。もうトング掴んでるもんね。ああ、なんか買うんじゃないですか。ああ。でちょっとおやつ的なね。はあ、はあはあ、感じ。車で食べるのか、ここで食べるのか。有名なのメロンパン。もう有名みたいですよ。へえ。海、うん、ホタルといえばメロンパン。あ、本当。でもお会計言ってるね。あんなにデカデカね、メロンパンって書いてる。書いてるね。海老名メロンパン世界一達成とか。海老名。海老名の？海老名。海老名で、あ、すごい有名だったメロンパンってことだ。こっちにも来てるじゃないですか。食べたいね。いやでもこう平日のこの昼間のこのここは穴場なんだろうね、うん、デートスポットとしてね、だと思います。ゆっくりできるしね、うん、景色もいいし、景色いいっすね。こんな感じで、また風が強い今日、非常に強いね今日。ちょっとでも動きは読めない。もしかしたらちょっとドライブして帰るかもしれないし、泊まるかもしれないし。こっちまで来るとまあまあドライブもしつつ、うん、ほぼ泊まりなのかね。泊まりもあるかもしれないですね。週末なんで今日が。そっか、うん。読めないです。あ、移動しました。奥行った？あ、はいはいはい。メロンパン買いたいですね。買いたいね。ちょっと買ってきます。分かった。ちょっと追いかけてくれ、ちょっと。すごい、もうアタックしてる。ああ、これはなかなか。自然に手もつなぐよね。